人事部長長ユーーーチュバの谷川みつるです今回はですね組織においてはいかにこう一枚岩になるっていう施策を打ち出してそれをやっていくのかっていうことが大事になるという話をしていきたいと思います。えっ、ー、とですねまあ、今日はです、ね <laughs> まあ夕方以降でですね、えー、まあセミナーのサポートをさせていただくっていう機会とあとその後ですね経営者の方とのオンライン飲み会がありましたんで、まあ、オンンライン飲み会後の撮、まあ、撮影、えー、動画を撮っておりますで今回、まあ、最初にあのお話しさせていただいたまあ組織っていうのはどいかにこう、ね、一枚岩になっていくかっていうことすごくこれ大事なことなんですよ。で じゃあどういうふうにしていくのかっていう話なんですけどもいや実はですねまあ私の中学時代中学生の時にこれヒントがあるんですね。でこれ何かというと一中1の時のこの合唱コンクールに行き着くんですよ。な残っちゃっている感じでしょうけどもそれは、えーとですね、あの中学一年生のあ中1の時に 合唱コンクールのままず曲を決めますとでこれ普通のクラスだと、えー、その生徒がいろいろこの曲でいきましょうとかっていろんなねあの提案というかそのアイデアを出してでそれで、まあ、あの最終的に多数決を取りながら、えー、この曲で行こうみたいなそういう感じで決まるっていうのが通常みたいなんですけども。 私のですね1年生の中1の時にはどういうふうに決まったかというと担任の先生が、えー、提案をしてこの曲いい曲だからこの曲で是非合唱コンクール戦わないみたいなそんな感じだったんですよ。で、まあ、その先生というのはあの、まあ、水体育の先生なんですけどもあの日体大出身の水球の。 選手だったんですよで、まあ、当時はまあ監督にな,なってたみたいですけどもあの、まあ、私が、まあ、生まれたその島根県の大津市っていうところで私は小学生の時に国体があったんですよ。でその時に国体の中の水球の種目を、まあ、私の地元が、えー、やってたんですね。まあ、裏話で言うとですね広島県代表で高校多分高校生のと 高校生のの代表でで少年の部ですね高校生だから少年の部で代表で吉川浩二さんが広島県代表で来られたみたいなんですけど、まあ、当然その,その時はまだ芸能人になってないので、まあ、よく分かってないんですけども、えーまあ、あのまあ体育の先生で日体大,大出身の水球選手であり、えー、元水球選手であり、まあ、当時はね監督水球の監督をやられた方なんですけども。 まあ、日体でで球強いですからね、まあ、か,かなりコアモテの先生だったんですがその先生からですね提案があったんですよ。何事かと最初ね、まあ、ク,ラクラスがちょっとざわついた感じだったんですけども、えー、提案があった曲はですね「イルカさんの名残雪」だったんですよ。で「名残雪」って言われてもですね私も知らないしクラスのメンバーも「 名き何それみたいなそんな感じだったんですよね。でその「名残りゆき」が提案があってですね <laughs> まあでも最終的にはやっぱりまあ我々生徒も反対せずにその先生がから提案があったその「名残りゆき」で、えー、合唱コンクールに臨むことになったんですよ。でまあ「名残りゆき」知ってる方であればですね合唱コンクールになんか に使わわななないよような曲なわけですよ割としんみりしたような曲なので合唱コンクールっていう感じではなかったんですけども結果的にですね良かったんですよ結果的にですね優勝してしまったんですねで、まあ、優勝したことがこれ大事ではなくてですねあのプロセスですねプロセスつまり合唱コンクールで歌う曲を決めましたとでその後合唱コンクールまでの期間がまあまあ それなりにあるわけですねでそれまでのプロセスの中でもうこの曲をみんなで一生懸命歌おうと一枚岩になって歌おうというようなこうムードができたんですよ。でムードができると練習をやっぱちゃんんとするんでするでよねもう時間を作ってもしくは誰々さん一緒にやろうよみたいなこととかですねそういうことがもうムードができて自主的に主体的に その合唱コンクールの練習をするみたいなで、まあ本当時々あのクラス全体で残ってね、えー、そういうのを練習したりとかそういうこともあったりとかしたんですよだからまあ優勝すべくしてしたと、まあ、今では思うんですけどもでもそれはやっぱりプロセスなんですよ、まあ、先生他人の先生が打ち出したその曲まあこれねまあ会社の中で例えると、まあ、ビジョンとかね、えーまあ、理念とか まあ戦略みたいなもんですよその先に行くっていうことをですね明確に打ち出してで、まあ、合唱コンクールに臨んでいくわけなんですけどもまあ結局ですねその合唱コンクールから私学んだ部分っていうのはいかにこう企業なり会社なりその組織っていうものは一枚岩にどれだけなれるのかとまあもちろん個性は生かすんですよ。 個性は生かしていくんですけども考え方とか目指す先っていうのがみんなでここに行くぞーっていうことをですねまあ去年の流行語大賞で言うとまあワンチームですよワンチームを目指すっていうことですねだからその経営者会社で言うと経営者がどんなビジョンを打ち出すのかだったりとかこの先をどういうふうにしていくのかっていうことですねきち と社員さんに明確に打ち出しつつその中で幹部や社員の方々が一体になっていくようなこの社風づくりですねこれがとても大事になるということですだから何でしょうね優秀な方々が優秀な人たちがですね集まった会社が必ずしも強いわけじゃないですよいい成果を出すわけではないんですよ だから学歴とかうんぬんかんぬんっていうのはあまり関係なくてですねどちらかというとやっぱり考え方が、えーまあ、柔軟でありそしてまあポジティブ前向きであったりとか素直さだったりとかですねそういうものをきちっとみんなが持ちながらそして一枚岩になるような、まあ、コミュニケーションをきちっと取りながらですね ではそのリアルで撮れるんだったら撮,れ撮るでもいいし、まあ、やっぱりこのご時世なのでリアルではなかなか撮れないから、まあ、このオンラインの中でちゃんと密にねコミュニケーションをとっていくとかまたはその SNS とかメールとかそういうものでちゃんとみんながですねお互いがお互い気を使いながらですね気遣いながら、まあ、この組織としての一枚岩を形成していくということですね。だかからに日々のの仕事の中とか 日夜のまあこうなんでしょうねこういうコミュニケーションを取るその施策っていうのはすごく大事になるんじゃないかなというふうに思います。まあそういうことでですねうんと「強い組織」にしようと思うとそのベースとなる部分ですねつまり「社風」なんですよ。えー、で社風をもう少し具体的に言うと「コミュニケーション」なんですね。 でコミュニケーションの取り方はその別にリアルじゃなくてもオンラインだっていいわけなんですね。でやっぱりこう接点をちゃんと持ってる人と逆に持ってない人だったらそのなんでしょうねその連携感とか一枚岩になるとかってことにその向かうか向かわないかっていうことになるんじゃないかなというふうにやっぱり思いますね。なので その、なんだろうな、こう、合まあ、わ、わ違、中学生の時にね、その合唱コンう、ク、え、ルーで、感じた部分ですよね。それっていうのは、やっぱり、こう、企業の中でも、非常に活かせる、社風作りに活かせる、ことなのかなと思います。だから、なんか、こう、あの、一頃ね、えー、運動会やったりとか、なんか、レクレーションなんかをね、まあ、みんなでやるとか、それって、やっぱり。 なんかみんなでこう楽しんだりとか一生懸命やるっていうようなそういう仕事会の中でもそういう場を設けていくからこそなんかこうねコミュニケーションが今まであんまり話をしてなかったんだけどもなんかイベントごとでえーまあ,あとはオンライン飲み会でなんかそんなきっかけでより話すようになったとかですね。でそうするとそれが組織の一枚岩になるきっかけだと思うんですよ。そういういのを随時 も、えー、けていくことによって、えー、組織っていうのは強くなるんじゃないかなというふうに私はすごく感じております。はいということで、まあ、今日はあオンライン飲み会後のですねまた撮影ということでちょっと赤い顔をしながら、えー、動画を撮りました。はいということで、えー、今回は以上になりますぜひ高評価おおチャンネル登録をお願いいたします。